私実は海とはね、心の安らぎですね。海は心の安らぎ、こう話していたのは石川県穴水町の観光協会会長、坂谷義治さんです。毎年12月に山梨県南アルプス市で開催される滝祭り舞門朝市。南アルプス市と穴水町の姉妹都市交流事業で行われています。海のない山梨県に海の幸を届けたい、そんな思いで坂谷さんは24年間この滝祭りを続けているのです。この交流がきっかけで能登半島の新鮮な牡蠣を味わうことができると、皆さん楽しみにしている恒例行事となりました。南アルプスさんと海の子山の子でやってるんですけど、子供さんも来て喜んで帰ってくる。海に来てボート乗ったり遊んだり海水浴して喜んで、それからまた私は穴水町からこっちへ来て山の体験させてもらったりやっております。本当に美しい姉妹的さ、南アルプスさんでございます。はい、穴水の海産物は本当に魚をはじめ美味しいです。はい、小さ大きいも寒ぶりしかおりませんけど、魚小さくても美味しいです。ですからぜひその美味しい、小さくても美味しいものを召し上がっていただきたいなと。あのね、ずっと私は海に育てますから、海に育てるだけに海がものすごく大事にしていきたいなと思います。そこがですね、海急いでくるとゴミが流れてくる、いろんなタンクが流れてくる、いろんなもんでもうそのゴミ処理でも大変です。年に一遍掃除してるんですけども、追いつかないくらいなんとか気にならないかなというような感じでございますね。はい、自然でございますから、自然は逆らったら怖いですけど、逆らわずにうまく生活とともに生きていければいいなと私は思います。海と一緒に生きていければいいなと、こんなふうに思っております。はい、海と日本。